どないやっちゅうねん。ということで緊急事態発生でございます。緊急事態発生でございます。あと抽選5分後なんですけども、松本さんと先生がいらっしゃいません。今ブーブー車でですね向かってるわけなんですけども、抽選間に合うか間に合わないかってお話でございます。大丈夫でしょうかあの二人は。私まだ多分万枚ぐらいマイナスなんですけども、今日は強くいけますよ。今日だけはね負けてますけども、とりあえずね二人待ちましょう。行きましょう。まああんまり意味がないですよね抽選。遠いながら結構まあまあでした。ありがとうございます。これもう僕が一番負けてなかったらもうすごいことになってますからね。全然勝ったかったんですよ。言うだろうよ。抽選大事ですからね。リーダーもやってくださいよ。どっちか。いや、俺リーダーになっても何も選べないんだから、どっちにしても。どっちかやりなさいよ今日は。どっちかやりなさい。話し合って。話し合いでいいよ今日は。話し合い。3人で仲良くリーダーやろ。あの先生、あのリーダーの意味合いありますそれ。リーダーって。だから今回は3人でキングビドラってことで。でいいですか？今回は。いいですか？定額社員がいるから。Fresh weekend runs in the air. Could we get to feed ourselves? どうします？あ、でもあれなんですね。9台もあるんですね。エヴァ？戦国、いやいやエヴァない。こうエヴァないよ。エヴァ申し訳ない。エヴァ何台あるか言ってみろ。エヴァは10台もあるじゃねえかよ。乙女を奪われる10台もある。エヴァやめません。本当にエヴァは、エヴァはエヴァはやめましょうよ。めちゃくちゃ吸い込んでる台のエヴァ狙いが俺は一番固いと思う。エヴァの音流れてるよ。エヴァ、エヴァうるせえな。今日だけだよ。エヴァはいいよ。ダマースお願いします。おマジかよ。おーい。俺たちがやるしかない。ちょっとマジやなんだけど。一番美味しいよ。ポテンシャルあるから。一番美味しい台だよ。よだれ出る。よだれがいいっすよ。別に乗り打ちよだれ取りあげるから。よだれ取り。今日酒進むからいいか。じゃあそうする。まあ今日全員ね、あれですからリーダーですから。これ何ですか、ね、これ。転売してます。それゼーレです。ゼーレですか。はい。人ですね。はい、一番あの熱いステージです。今日はもう誰がイエスするかの問題だから。イエス待ちです。イエス待ちです。この台は。俺初打ちでイエスできなかったんで。僕は初打ちで2イエスしてる。あ、マジで。2イエスしてる。マジか。それはすごい。上段エヴァ揃いがあるんだよね。上段エヴァ揃い。俺2回とも上段でしたよ。本当？中段じゃないんだ。はい。特化ゾーン複数個なんでしたっけ？そう、3つ以上。3か 5？ 3か5か。3から5。赤七は引いちゃダメだから。どういうこと？赤七のあたりが一番弱い。やっぱそうなの？はい、間違いないです。あれでも一応ほらあれじゃん、なんだっけ、暴走スタートじゃん。はい、暴走ってあんますごくないの？すごくないです。僕が見てる赤七が、あ、イーグルト入った。おお、大チャンス。え、入ってるじゃん。だってあれでしょ、これが当たりやすいってあんた知ってたじゃないの。あーらしいですね。変更されてたらっすよ。おいおいおい、俺投資3000円、4000円だぞ。いや、今日爆勝ちじゃない。こんなことあんの？1回だけ、確か。うおーうおーうおー、刑事だ、鼻の刑事だ。何をするのこれ。それ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 。機種全然違う。フリーズしたら当たり。全役？うん、全役抽選。了解。うん、だからやっぱ俺もさっき惜しかったんだよ。結構いい煽りしてたもん。あと2ゲーム固まれ固まれ。あっ、おお、おめえおめえ、あ、グータッチしてる。おめグータッチしてる。原監督みたい。マッチャンナイス。まあ、ようわからんけどすげえな。ラッキーボーイ投資4000円。いや、これは美味しいね。美味しい、これは美味しいですね。何枚だっけ、1300枚ぐらいあるよ。1250枚です。プレミアムエボゲイン。あれや、セントセイヨセントセイヨじゃないや。セントセイヤと一緒だ。誰？セントセイヤ。昭和の歌謡スター。セントラルドグマは俺はもうほら来た。あ、来た来た、エヴァバトル。じゃあ、チトバトル。
だからレア子役引かないと当たんないと思う、多分本当に普通じゃ当たんないよね。当たんないと思います、何回でもあんま行かねえんだよこれ、これ多分3、4回目だよ俺人生で。えらい早いっすね、俺の人生で3、4度目だよ。俺ずいぶんやりましたよ下バトル、セントラル、ずいぶんやったっていうか、まあ、隣の人たちでも見てずいぶん見たけど誰も勝ってない。なんか30杯ぐらいって書いてなかったっけ、あチャンスって書いてある、こんなん出た、赤チャンスは熱いっすよ、初めて出たよ、赤チャンスじゃないですか、赤チャンスは熱いって書いてありましたよおお、いた、勝ったよ、え、なになに、うわ、なんだこれ、なんだなんだ、え、なんなんすか、え、こういう台なんすか、なんか簡単っぽいっすけど、いやいや、初体験、うわ初体験ばっかりじゃないですか、初めて、これだけっすよ、当たってないの、高設定なんすか、高設定、あ、来たよ、あ、来るじゃん、え、こんな簡単に来るんすか、いや、まあ、先生だって3回だけなんすもんね、え、なんか引きました、リプレイ引いてないっす、俺、うん、当たったかどうかって、はい、当たも引いてないよ、多分引いてないの、引いてないの、当たる、え、じゃあ俺も当たんじゃないですか、何も引かなくても、当ててちょんまげ、そんなことあんだ、じゃあバトル、リプレイレイアークでチャンス、リプレイ、いや、リプレイも当たんねえよ、大6人だったよ、多分リプレイ引いたよ、後期、その白後期、白後期は当たんねえんだよ、白後期、一応引くもんは引いたよ、わあ全然リプレイ、あ、リプレイ2回、白攻撃当たんねえな、もう一回もう一回、はい、いけるいける、うん、魂のルクすごいっすね大谷、まあ、俺も1300枚やってるでしょ今期待値的なものはある、期待値、俺でもこれ一個も乗せれなかったから俺多分やばいっすよこれ、本当、はい、乗せれないと、この最初の100ゲームで乗せれないとかなり厳しい、多分アスカちゃーん X、なし、何何何をやる、これはあのトカゾー、ジャッジメント、ジャッジメント、うん、で、ジャッジメント、あのパイロットが4人いて、ジャッジメントが4種類あるみたいな感じ、結構シンジ出てくるよね、シンジ出てきます ね、あ、上位のやつですね、一番上のやつ、あとエクストラも意外と出てくる、そう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 、あのビーストかだっけ、うん、はい、60ゲームでーす、ビーストサップになるんだよ、ビーストサップになるよ、おサップ、サップになる、ボブサップ、ボブサップ、サップタイム、ハマタイ、パクリなんだよね。おーおおお、踊ってるしねあれ。こうやってボブサップがこうやってやってる。そうそうですね。そうなんですよ。こうやって踊ってるんですよ。おーおーおー。でってりって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 でって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 みたいな感じで、そんな感じでしたよね。せなや買ってろよ。見てみろよ、3分の2で当たってんだぞ。いやいや、少数派が当たり前って言うなよ。いや、すごいっすね、少数派なんか下向いて歩いてりゃいいんだよ差別発言、これレア子役ね、この形、この形の右上がりがレア子役、オッケー、だから左上段エヴァね、何にしてもって話でしょ、そう、上乗せしてくれ、うおー普通のエヴァゲームでさ、上乗せする、今しようとしてます、しようとしてる、はい、ほらね、乗せた、乗せたの、ゲーム数まだ分かんないです、これで E バーストが特化ゾーン、上乗せはゲーム、ゲーム数、ゲーム数50、まあまあ乗るんだね、乗るんですよ、じゃあだからね、あの球は出るよ、当てちゃえば、ほうほう、これマジで、はい、ストックなくなって655枚、さあ隠れたストックが何個あるか行ってみよう、いいもん、さあ結構あるよ、あ、赤出ました、あ、じゃあそれは行きますね、でここで当たるとストックもう1個あるよっていうのが確定される、 2個前、そう、あの赤を残したまま揃うと、うん、この赤も当たりが確定する、へえ、これは何で受かってるの、これストック、当たると結構ストック持つんだね、そう、多分だ、意外と、あ、一番の休め、さあ休め、すごく休め、さあ参ります、すごく美味しい、すごく美味しいだ、最休めでしたね、やべえな、なんだこれ、ただのレイちゃん、ノーマルレイだ、ノーマルレイ、 N レイだ、 N レイですよ、40ゲームですよ、はい、僕2セット消化終わり、松本君にばっかりいい格好はさせない。
3セット目保留変われ、 変われ、あー変わんないの、あー俺終わりそうだなこれ、頼まい、あー青保留、青頼む、あーいたー、ラッキー、ラッキーボーイ継続、あー初めてこんなしょぼい枚数で終わったの、魂のルフラン、あマリちゃん500枚で終わっちゃったよ、500枚で終わっちゃった、終わりっすか、終わりだよ、X、あでもまだあの50ゲームくらいまで潜伏することもあるあるんですよね、そうびっくりするかもしんねんだけど俺あの一発目のエヴァゾロン引いた時、うん、あの100ゲーム消化してすぐ50ゲーム潜ったよマジでな、なんじゃこりゃーってなって、やばい、ね、確定してるものまで潜るんだね、はい潜りました、モグロ福蔵です、おおおっおっおっ、思いついたこと言っちゃうからな、もう似てたな今、うん、中竹さん寄りになってきてんだよな、そうですね、中竹最終的にみんな人類中竹計画に属されて中竹さんになってくるんですよね、そうなの、お当たったラッキー、ラッキーボーイ、おいいね、うわすごいね、なんだよなんだよこれ、だから弾は出るのよ、あの上乗せ上乗せすればそればっかりじゃない、打ってやってくれよ、おいおいおい、ロンギですね、ほらおお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 いおいおい、その槍大丈夫か、なくなってね、これ基本なくなりますよね、刺さったと、俺見たことない、刺さったこれね、弱いパターンだとバーって落ちてきてこれ消えるんですよ、押す前に、えすいませんこれあるよ、残ってるからこれあるよ、あるよ、残ってる、残った残った、だから俺今まで見たやつはバコーンって降ってきてなくなるんよ、この槍が、赤七だった場合は何、赤七狙えばいい、赤七まあ、そりゃそうだろうなとしか言いようないですよ、赤七だった場合は赤七を狙えばいい、赤七は揃う、えばれ、あああああ、でもそこからないの、こうやとかこうとか、あああると思いますよ、何でも揃うんじゃない、いろんなとこから揃うんですよねこれ多分ね、エヴァ図柄ってまだ分からないよ、挟んだら、あこれだな、これ挟みます、え赤なんですけど、でも4だよね、俺ねリリースだと思うよ、あー弱い、一番安い強リリース、えリリースだったら赤七揃った方がいいよね、あ、そうじゃないの、え、赤なんだって何、あのね、初当たりでしょ、おい、なんで俺の店は通すか、長いからさ、あれだよ、何、あの普通の当たりとエヴァ揃いはプレミアムエヴァゲームから始まるの、うん、でも、赤なんだ揃いはエヴァゲームから始まるの、あー、そういうことね、だ最初の100ゲーム の、 あの上乗せしやすいとこがないのよ、あ、そうなんだ、そう、あ、それはいらないね、あと 4テンパってたじゃん、4点パッターが多分ない、ね、あーないんすね、うん、そこからは誰グダ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 さずっと言ってるからさ、ここからもあるんすもんね、ある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 、あー今日初めましてだ、ある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 、今ほら強い演出でね、リリースと右上がり行きなら引いたから、はい、これはワンちゃん近づいてる、足音聞こえてこない、近づいてる、近づいてる、あ煽ってる煽ってる煽ってるよ、どうほらほら、あ、行った行った、俺もまた行ったんだよ、行った、あ7出てんじゃん、ほら6、7、5、むなこ、むなこ、中段ピナナ、中段むなこやるやや、ったよ、セントラルドグマや、セン、あ、行った、この後行きたかった、あ、今ので行ったんか、もう来たんじゃない、バトル、バトル来ましたよ、はい、なんか期待せず回します、で、ここでその上段、あ、赤チャンス、あら、来たじゃん、やったよ、やったな、俺なんか画面も赤かったんだよな、さっき、たーたったーたったたーたったたセントラルドグマ、セントラルドグマ、たったたたた、先生ボタンあったよ、ボタン、ガク、え回してみろって、大丈夫だよ、復活すっから、絶対っすか、魂のルフラン、きた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 、だ、おやった、本当のルフランだ、やった、7だからプレミアム、そうそうそう、やったプレミアムスタート、あ赤チャンス、赤チャンス、赤チャンス、魂のルフラン、何も引いてないのにルフランしてる、えこれは何なんすか、ルフランなんすか、これは、え、高設定じゃねえよね、もしかして高設定なんじゃねえの、あえ外れてますよ、うわ外れた、3の2で、まあでも 66% あるから、はあ、赤チャンスは、まだ AT やってんの、私やってますよ、長くない、私2250枚取ってますよ、え2000枚取ってんのも、1250枚、あ1000か、はい、あのちゃんとあの期待枚数確保しました、いや上手だな、
1313枚、継続、あー終わった、ほら終わったよ。でもまあ1300枚出てんだもんね。あれぐらい出るよ、別にバッチすごい頑張ったわけじゃないよ。だってこれ平均このぐらいだから、ほんと出たよ、出るは出るんだよ。何もあ潜ってた、まだ、いやほんとね、魂のウルフラン、マリちゃん X アクサ、あ下っ端がショートなさってる、これ出るぞ、なさってる、松本の台出るぞ、マセヤ、あマセヤ X ジャンプしてる、あの届いてねえんだよここ上上が、ちゃんと抑えてた、ちゃんと抑えてた、えらい、やばい、心を痩せ、先生煽るのやめてください、ドラム始まっちゃったんで、ディディーディディーディ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 、いろいろファンやったり、ドラマやったりすげえな、でで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 で、回せよ早く、早く、回せよ早く。初めて初めて初めての体験、ヘイ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 、何これ終わり、アイボーキンインザレイン、その時に X ジャンプしないよ、うん、その曲はしないでしょ、違うですか、うん、痛みに耐えてよく頑張った30、これは貴乃花、結構やばいなこれ、 あんま乗せれねえなこれ、ラストワン、あ360、なんて、ね、最後のプッシュが360 30 30 360、え400、どういうことプラス420、何これが X の力だから、これ感想じゃん、もうあったこれが X の力だから、普通は平均200なんだけど、うん、あそこでこうピンクの、こう、ね、何さっきの360、ピンクの X が入るんよ、うん、あそこで X ジャンプしないと400は超えない、うん、ね、ああそういうこと、やったからなんだ、ね、あれ技術解除、ドラムもやってたもんね、さっき俺もやりてえんな、うん、何が打ちたいんだよ、怒られる、怒られてると、ほら、うん、どうしたいんだよ君は、な、し、君は将来どうなりたいんだ、そうそうそうですね、俺たちと一緒の時に何をしたいんだ、何をしたいんだ、一体教えてくれよ、言ってみろ早く、そう、俺たちだって何がしたいのか言わなきゃわからないだろうが、そうそうですね、筋肉マンってうるさい収支管理アプリ TMoney 登場、TMoneyには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載、私たちもナビゲーターとして活躍中、皆さんダウンロードお願いします。ご視聴ありがとうございました。続きはジャンバリドット TV プレミアムにてご視聴ください。二人ともちょっと何か言ってください、ご視聴ありがとうございましたとかちょっと言ってください、見てくださいちょっとあの言ってください